こんにちは、北陸代表石原です。今回第2章第6も第7も2ということで丸1というのを見ていたと思うんですけど、難しいですね。もう毎日聞いてる前提だからね。詐欺とか、詐欺とかを脅されたと、軽く脅されたとか勘違いしたとかで取り消した、当事者間の取り消したらいいけど第三者に対してもそれ言えんのみたいな話、あるいは何らかの理由で無効だった、ね、そういうピストルを突きつけられたとか、一歳児とか精神病とか何らかの無効だった、無効だって当事者間ではいいけど、あるいは、ギャグだ、飲み屋でのギャグだから無効だったと、それを当事者間では、あ、悪い悪い、あんな無効だからでいいけど、第三者に対しても言えるのかっていう話についてやっていきます。いいですかね。とにかく、2回いきなりやめて、絶対1を聞いてから、短い時間でこれ見てください。じゃあまずですね、契約は、その悪い1ので契約は成立したけど、有効無効なっていうふうに分かれちゃう場合がある、無効になる場合があるよって言いましたし、あるいは取り消しの場合がありますよって言いましたね。取り消しの場合っていうのは無効の時ほど問題ないんだけど、だから本人がいいって言えば有効のままでいいんですけど、本人が嫌だよ取り消したいと言えば取り消して無効になっちゃうんだよね。でその取り消しの方からいきます。理由は後で分かると思います。いきます。契約を申し込みした人と承諾した人がいるとします。まあ、今回どういう申し込み、どういう承諾かというと、まあ、申し込んだ人が売り主だと思いましょう。承諾した人が介入したとします。で、丸1、丸2、丸3ってこれ時間の順番です。当事者間で契約を成立しました。実はこの契約後でやるように問題があったんです、本当は。でもその当時は気づかず契約が成立しました。そして、介入さんは丸1の契約の後、第三者に転売しました。だから2って書いてあります。ですね。で転売後に申し込みには思いました。やっぱりこの契約納得いかねえ、取り消しできる自由がある、だから取り消すんだということで丸3で取り消しました。そういう状況です。今当の、売り返したものについては第三者の方に行っちゃっています。いいですね。これ状況どう見るかと、丸2で第三者は物を入手してる、要するに転売受けてこの時点で丸2点で入手してるのに、その後の丸3のせいで、丸三で売り主が取り消したせいで、取り消せば最初から無効だってことになるよって言われて、で最初から無効だってことはお前承諾にお前のところに物言ってねえよなって言ったら、なぜならこれ無効だからと、ということはここに物がなかったんだから、おい第三者お前買えるわけねえだろうということで、根っこは崩れたからお前も買えねえよねってことで、第三者は物に対する権利を失っちゃうんだろうか、承諾人が入手できない結果第三者もね、根っこが生えてない以上はお前には物いかないと言われちゃうんだろうかと、いささかかわいそうなんじゃねえかっていう話について、しっかりやっていきたいと思います。今言いましたように、ね、第三者は事情を知ってればいいんだよ、ね、この契約ってうさんくせんだろうと、今承諾人とこに物あるけどやばいんだよこれ、事故物件なんだろうと分かってんだったら、ね、はい事故でしたごめんなさい返してくださいって言われてもいいんですけど、分かってないあるいは分かりえない場合というのはかわいそうなんですね、第三者。この第三者は何て言うかというと、法律では、ほら、いつも言うじゃないですか。善意というのはいい人っていう意味じゃなくて、知らないってことですよね。知らずしかも知らないことに落ち度がないと。こういう場合にもかかわらず第三者が、はい、君申し訳ないんだけど、これ申し込み人と承諾人との間で問題あるんですよ。だから、ね、承諾人はもともと物をもらえなかったことになります。だって申し込み取り消しましたから、だから返してください。これいささかかわいそうなんです。一方で、ね、じゃあ、第三者を守って返さなくていいよって言った場合に、申込人立場はどうなのかというと、申込人に今何で取り消したかというと、取り消しっていうのは、詐欺られた、勘違いした、あるいは軽く落とされた場合でしたよね、軽い脅し。これって、どれも落ち度は一応あるんですよね。まあ、特に、ごめんなさい、軽い脅しの場合は、ごめんなさい、後でやる落ち度ないんだけど、丸一番に丸二っていうのは落ち度があるんですよね。だって、騙されたバカさがうかつさが、勘違いした間抜けさがあるということで、第三者から見れば申し込み人というのは泣いてもしょうがないんですよね。ごめんなさい、丸さんはあくまで取り消しできる自由としていただけで落ち度があるわけじゃありません。丸さんはちょっとごめんなさいね、書くね。丸一、丸二というのは申し込み人が落ち度がある。そうすると、シーソーの理論で考えると、第三者より申し込み人の方が泣いてもしょうがないだろうと考えて、申し込みは取り消したとしても、全員昔の第三者に対しては言えない。要するに物を返してねとは言えない。全員大昔の第三者に対しては契約は無効だとは言えないというのがバランス的な考え方になるんです。
はい、さっきゆっくり仮落としの場合も言ったりされましたけど、仮落としの場合には申し込み人には落ち度を忘れる。なぜなら脅されたわけだからね。脅されたわけだから、それはそもそも腕っぷしが良いからとか、そういう問題は別としてですよ。基本的に騙されたのとか勘違いしたのに比べると落ち度が少ない。ということは、脅された申し込み人は取り消しさえすれば、第三者に対して、事情を知らない第三者に対しても悪いんだけど、私落とされました、取り消します。ですから、承諾人のところには物は行ってないことになります。したがって承諾人から買ったあなたさんのところにも物は行ってません。だから、権利がないから物は返しね。というふうに言えるというのが、ここでの結論になっています。で、今は取り消しと第三者についてやったんですけど、今度はその話を広げて応用ということで、無効契約自体が取り消しよりもうちょっと問題があって、無効な事由がある。その場合にその無効を誰に対しても言っていいのかということをやります。要するに申し込み承諾人との間で無効だという事情がある。その場合、事情を知らない第三者に対して、この契約は無効だから、取り消しじゃないよ、もっと強い無効で、最初から無効だから承諾人のところには物言ってないんだと。したがってあなたが買ったというのは、これは中身のない契約だから、あなたが持っているものを返してねということを言っちゃっていいのかと。これも例のごとく、シーソーのごとく、本人を助けるのか、第三者を助けるのかという話になっています。いいですかね。で、一つ気をつけなきゃいけないのは、取り消しの場合以上に無効の場合っていうのは、契約に傷が大きいということです。いいですね。ですから、取り消しの場合よりも、どっちかといえば、申し込み人を保護してあげる、保護するというか、なんかな、契約自体を徹底的に否定するっていう意味ですから、否定して物を戻すという方の確率の方が高いというふうにイメージしておいてください。ただ、それが全部じゃなくて、場合によっては、こいつに泣いてもらって第三者を勝たせる場合もあります。じゃあ、それを、評価なのかな、次の評価な表で見てみましょう。ザルが書きました。全くの意思モノログ、要するに、あれな人とか、あるいは1歳ぐらいの子供の場合。そしてピストルを口に飲まされた。要するにね、軽い脅しだと、丸1の時も言いましたけど、取り消しできるよって話ですけど、もうこういう強烈な脅しの場合は意思がないですから、無効なんですよね。そして公序良俗違反。要するに、覚醒剤を売り買いするような契約、バカみたいな契約ですね。あと、強行規定違反。これは別の問題でいっぱい言ってますけど、要するに、当事者がいくらこういうことしたいと言っても、ね、法律がどうしても許さない規定ってあるんですね。これはいろんなところで、他のところでやってますんで見といてください。そういう場合に違反した場合も契約は無効になります。そしてマレーシアでやったように単なるギャグ、キャバクラで単なるギャグでこの家50円でやれよって、ね、美香ちゃん50円であげよう、あげるよって、これも無効になるし、あるいは虚偽表示やりましたね。税金を逃れる目的で A さんは税務署に睨まれてたから、自分が財産を持っていると差し押さえ食らっちゃうから B さんに移したことにする、そして税金の差し押さえを逃れる、こういうものも悪いから無効になるんですね。いいですか。で、相手に対してはこれ同じなんだよ。これ覚える必要ないの。だってなんで無効の免許してんだから。無効になる場合の免許してるんですから、ね、無効っていうのは何が無効なの。契約が無効なんだから、当事者間、契約当事者間は当然無効なんですよ。これが無効じゃないんだったら無効の事例出てこないからね。無効の場合なんだ。当事者間の無効の場合の話をしてるだけなんです。いいですね。問題はそうじゃなくて、第三者に対してもそれ全部言えるのって話。そうすると、上3つは言えるんだけど、下3つは言えまへんっていうふうに書いてあるんです。この区別なんです、大事な。要するに、これからやりますけど、上3つについては、こんな契約はあっては絶対いけない。何が起きても認めてはいけない。徹底的にこの契約はないことにしよう。ないことにしようっていうのは、申し込み人から承諾人に物が移ってないことにしよう。だから移ってないんだから、第三者は承諾人から買えねえだろ。だから、申し込み人に戻せって話なんです。一方で、単なるギャグとか虚偽表示の場合は、こういう場合には、場合によっては第三者に勝たせてもいいんじゃない、要するに物は第三者に行ったまんまでもいいんじゃないっていう場合があるよって話です。それについて、特に、この二つ、単なるギャグと虚偽表示の場合についてやっていきたいと思います。はい、まず単なるギャグです。さっき言いましたように、これが飲み屋にいる親父です。承諾者というのがキャバクラの女の子です。ね。50円で俺のマンションあげるよ、分かったキャハハとか言ってる契約です。くだらないです。だからこういうくだらない契約は無効でいいのがスタートです。いいですか。無効が大原則です。
ただ気をつけてください。第三者、今やりたいのは、第三者にもこの向こうを言えるのって、お味と、キャバクラ姉ちゃんの向こうだっていうことを第三者、姉ちゃん、キャバクラ姉ちゃんからさらに転売を受けた人に対して言えるのって話をするんですけど、例外的に当事者間でそもそも無効にならない場合があったよね。覚えてます？今キャバクラの話をしてるから、ね、いくら、この人が、こんなものは本当だと思ったっても通用しないと思うんですけど、そういう場合じゃなくて、本当にキャバクラとかそういう場合じゃなくて、本当に相手方が信じきちゃった場合、すなわち本気で物もらえると思っちゃった場合、こういう場合は例外的に有効になるって言いましたよね。気をつけてね、これみんな法律やると通る道なんだけど、第三者の話じゃない、当事者間ですら例外的に有効になる場合っていうのを一の方でやってるね。いい、この場合って当事者間で有効なわけじゃない。ということはもうそのマンションなのマンション正式にこっち行くじゃないですか。そしたら第三者が入ったって当然有効じゃない。わかるかな。やりてえのはこの二人の間で無効通ダイヤモンド上がるときにそれを第三者に対して言えるかって話をしたいんだよ。でも今やってるのはそうじゃなくて、この二人の間ですら無効にならない例外的な場合の話を今、脇道としてやってます。そうすると、この二人の間で有効で物が所有権がちゃんと、マンションの所有権が飛んでっちゃうから、そうしたら第三者に対しても当然所有権は移動しちゃうよね。これは当然返せ、無効だから返せって言えるわけなくなりますよね。この話じゃない、やりたいのは。やりたいのはあくまでここが無効の場合に相手が入ってきたわけです。ですから、脇道として、例として言っときましたけど、この場合というのは、当事者間で有効になっちゃった。ということは、第三者に対して当然無効言えるわけない。なぜならば、当然有効とか有効になっちゃったんだから、この後は当然有効なんだから、別に第三者が事情を知らないとか、かわいそうとか、そんなへったくれ関係ない。とにかくこれは、ただの有効なバージョンです。今やりたいのは、これではない。次です。脇道から戻ります。はい、脇道から戻ってきましたよ。ということで、お味が単なるギャグをキャバクラで言いました。キャバ嬢は当然こんなお味でギャグで言ってると、こいつにそんな度胸はねえと、男気もねえと知ってました。よって、そのことで当然、そのマンションを50円で売るのか、無料であげるのかしないけど、そんな契約は無効ですという状況です。いいですね。その時に、そのキャバ嬢は、ね、本当に、契約は、したんだよということで、こっそりと結局、お味をうまく丸み込めて本当にマンションの所有権を持ってきちゃいました。それを高く第三者に売りました。この時にどうするんだっていうのが本題ですね。契約が無効とか、あるいはさっきやったと取り消し無効とかなった場合に第三者に言えるかっていう話です。その時には結局第三者の事情によって違わねえかってことです。全く事情を知らなかったんだったら、本当にキャバ嬢のものだと思ってるんだったら、それにもかかわらずキャバ嬢のものだと思って、これ金払ってんだ、こいつ金払ってたんじゃないよ、こいつ時価で払ってんだよ。時価で払って買ったのにごめん無効だよって変な味やったらもう許せないじゃないですか。だから第三者が善意だったらお味は無効だと言う。それで第三者が事情を分かってて、これってあれだろと、こいつらなんか変なおふざけみたいなで物がこっち来ちゃってるけど、どうせこんなのひっくり返るんだろうとか思って買ったんだったら、それはそんな人に無効って言っていいじゃないですか。ということで、これは第三者の事情によって分かれることなんです。いいですか？で、これと全く状況同じですから、次の虚偽表示もやっちゃいましょう。お願いします。虚偽表示というのは、ね、おやじだけがグル言ったんじゃなくて、おやじだけが嘘言ったわけじゃなくて、両者がグルの場合でしたよね。税務署から A が狙われていた。不動産を俺の名前で持ってると差し押さえ来る。ね、だから本当の持ち主はこいつなんだけど、仮想で B に不動産の、登記を移してしまう。そうすると B の見かけってどうですか？ B さんは登記簿を見れば B さんのものしか書いてないんです。ということは不動産を探した C さんは B はガチの所有者だと思います。そこで直でお金を出して買い取って登記も移し終えた。その時に、ね、税務署から睨まれるのが終わった A がやってきた。おい C、お前何やこれだとね。これはただの虚偽表示で法律にも無効って書いてあるんじゃと、ね、無効のなんだから B に所有権は言っとらんのじゃと、ね、言っとらん B から買ったお前はカスつかんだだけやと、だから不動産返せやという立ちの悪いやつが来た時にそんなものを認める必要があるんだろうかって考えると、価値判断として A、B はクズです。脱税王です。脱税王を手伝ったバカです。こいつらクズだとしてもそれを信じてB と売買した C はかわいそうじゃないかと。
逆に本当の所有者 A っていうのはこういう脱税みたいなのやってるんだから、こんなやつは所有権を失ってもいいということで、 C が信じてるんだったらやっぱり保護されるでしょ。それに対して C が事情を知ってるんだったら、そんな人は保護しなくていいでしょというふうに、さっきのホワイトとキャバクラの話と同じじゃないですか、結論として。今日これ後のページにまとめるんですけど、ちなみにこんなこと何で起きたのかって今一瞬思った人いる？それはよく聞いてる証拠なんですけど、 AB フルだったのになんで B を C に売ったの？そうだよね、税務署から睨まれるの終わったら B は A に返さなきゃいけないんでしょ。グルなんだから、こちら B は100万とか200万もらっといて、俺にもらっといて不動産自分で預かってるじゃないですか。 A に返さなきゃいけないじゃないですか。こいつがグルなんだから、だからこれは B が裏切ったって場合です。金のつながりだから、所詮金の切れ目が縁の切れ目だから、 B が裏切って C に売っちゃうってことがよくあるんです。裁判の実際こんなにいっぱいあるんです。これ裏切った場合に誰がリスクを負うかというと、それは A でしょっていう、C が事情を知らないなら A がリスクを負うべきだねって話です。理論的に言うとこういうことです。第三者さんは嘘の外観を信じなくちゃ。嘘の外観っていうのは、脱税を手伝いした B さんとか、あるいはキャバクラ嬢のところに登記があったよってことです。登記があったという嘘の外観を信じちゃいました。そしてその嘘の外見を作った本人っていうのはどうしようもないやつです。キャバクラでギャグばっかりで嘘ばっかりですから、おやじか、あるいは脱税王です。ですからそんなやつは失ってもしょうがないだろう、ね、嘘の外観があり、外見があり、そして、それを信じた第三者がいて、さらに、当の本人、要するに一番左側、契約で左側の申し込み人、申し込み人、そこ申し込みしたところはどうしようもないやつだという3点セットが揃った場合は、法律では外観法律といって、権利を失っても仕方ないというふうに考えます。いいですかね。これあれです、代理の時に表見代理ってやったと思うんだけど、根っこ同じです。嘘の外観作った人がいて、それを信じた人がいた場合は、代理が、まあ、有効じゃないんだけど、有効みたいになってもしょうがないんだよという話と同じ理屈です。いいですね。で、実はこの外観法律は細かく見ると何種類かありまして、第三者 C が、 C っていうか、その要するに転売して買った人ね、 C の保護の仕方として、ただ単に善意な事情を知らなければ C が勝つよ、すなわち一番左側の A さん、親父を失うよっていう助かるパターンと、 C はただ善意だけじゃダメで、プラス無過失まで必要、より C に対して条件厳しい、つまり C が事情を知らなかったとしても過失があった、つまり普通分かるだろうと思う、普通このキャバ嬢のもんじゃねえの分かるだろうという事情があるんだったらば助かんないと、2つのパターンがあるんです。で、どういうふうに法律を分けてるかというと、 A さんって分かるかな、要するに申し込みのキャバクラでバーナーってる YG か、あるいは脱税をね、 A さんと C さんの、 C さんの第三者ね、転売受けたんですよね、この利益状況の違い、シーソーの理屈によってどういう C を勝たせるか法律は分けています。で、今回みたいにキャバクラでバナナとばっかり言ってるやつとか脱税王っていうのは A にも相当落ち度があると、ということは C の、 C に求めれるハードルはあんまり高くなくていいと、要するに C は善意無価値である必要ないと、善意でありさえすれば C を勝たせる、要するに多少ボケボケしてそんなもん信じる普通と思ったとしても事情を知らないで C が転売を受けた場合は C を勝たせるというふうには法律は結論で言っています。ですから、脱税をとそのお手伝いグルで嘘を言った場合に当然当事者間では無効、なぜならそんなにしかない、だけど第三者が出てきてそいつが善意だったらもはや無効いないという結論に、なってきます。いいですか。そうすると今までのそれを全部まとめるとどうなるでしょう。はい、冒頭ではまず取り消した場合に、OK ってなんだこれ、ああ分かりました、ごめんなさい、OK っていうのは当事者間で取り消したよ、だから取り消した結果無効になるよって言えるかとか、無効ということを当事者間で言えるかとか、それは言えますよ、だってその勉強してんだもん。取り消せる例として勘違いした場合、騙された場合、軽く脅された、ピストルじゃないよ、軽く胸ぐら捕まえたとか脅された場合の話、これは取り消しの場合の話だから当事者間では当然取り消せる。しかしそれを第三者に対してもね、例えば転売受けたりね、3人目の人に対しても言えるかというと、勘違い騙された場合っていうのはかわいそうだけど本人に持ちとかるということは、場合によっては本人には泣いてもらう。ただしいいですか、ギャグ言ってキャバクラでギャグ言ってた場合とか、次のページになっちゃってると思うんですけど、脱税してるやつほど A さんは悪くない、
ということは、第三者を保護するには無過失まで要求しよう、単なる善意だけではないので無過失まで要求しようというふうに法律は考えました。いいですか。それに対してこの脅された場合というのは本人には落ち度がないということで、どんな第三者が出てきても第三者に対して言える、要するに都市区動産を返してもらえるということで、第三者は保護されないという結論とします。いいですね。じゃあ向こうの場合はどうかというと、向こうの場合というのはまず全くの向こう1歳児とピストル突きつけられた場合とかでギャグとか、次のページも一回見ましょうか。次のページ締めと、グルで脱税で嘘をついた場合、当然当事者間では向こう言います。なぜ、なぜ言うの。だって向こうの前で勉強してたら向こうの前で例として言えたから、言えなかったら向こうの前で例にならないでしょう。戻してください。ところで当事者間で当然向こう言えるんですけど、第三者に対してまで言えるかというとね、幼児が言っちゃったとかピストル突きつけられたとか、こんな場合っていうのはこの契約を生かす必要は全くないですから、もう完全に無効。どんなに金出して転売受けた第三者がいたとしても不動産は戻しましょうって話になります。これが OKOK です。それに対してキャバクラでくだらないことを言ってるやつとか脱税したようなやつっていうのは第三者と比べた時に、第三者の方を保護した方がいいだろうと思います。そして第三者には全員無過失まで要求する必要ないんじゃないとね、勘違いとか騙された場合っていうのは本人に持ち度があるから、場合によっては本人泣かせるけど、そうは言っても少し本人には落ち度あるので、かわいそう、本人にも同情に値する面がある。だから第三者には強いハードルを要求する。しかしこういうクズみたいな場合とか、さっきの脱税クズみたいな脱税野郎は保護する必要がほぼないということで、第三者は多少過失があったとしても善意さえあれば、第三者は勝つ。要するに第三者に対して無効だから不動産返してとは言えない、第三者のものに不動産がなっているというふうに法律はうまく分けているわけなんですね。それが、13ページに当たり前かもしれませんが文章にしておくと、はい、本人と第三者の可哀想さに応じて第三者が、多少過失があったとしても善意であったら保護していいんじゃないと、要するに本人も相当悪いぜという場合と、本人はちょっとかわいそうだから、落ち度があるから負けるときあるけどかわいそうだから第三者に無過失も要求しようというふうにして法律は分けてるという話になります。はい、はい、大変長かったんですけどメインはここまでです。佐藤おまけです。確か問題の出題内容に、あれですね、特に脅されたとか、そういうね取り消しのような自由があるわけじゃないし、一生突きつけられたとかそういうね無効な理由もあるわけじゃないんだけど、でも無効にする場合として、何でしたっけ、公序良俗違反と強行公器違反があるんで、やっておきます。別 の, じあの動画でもよく出してるんです。現代の法律というのは基本的に民事に関しては私的自治です、ね。要するに自分のことは自分で決めます。刑事権はダメですよ。俺人殺しといたけど4年でいいだろう、それはダメですよ。民事のことは基本的に私的自治です。ね、今までもそのね、近代の 前まで王様というのがいて、いろいろ口出してきたんですけど、近代になってから人は自由だから、自分のことは自分で決める。逆に言うと負けたらば自己責任というのが私的自治のルールです。ね、国民と国との間ね、刑事事件とかね、そういうあれ行政法ってとかなんですけど、そういうのは勝手に決められませんけど、民民の世界の場合に関しては、私人間同士は、当事者同士がこうしたいというかそれでいいし、したくないとしなきゃいいしというふうに本人同士に任せるのが基本になっています。それがよく現れてくるのが契約の場面です。契約自由のケース、だいたいどのね、民法っていうね、民事の間の法律の教科書を見ても私的自治の中の1個目の現れとして契約自由の原則っていうのを出しています。まあ、中にはその相続の場面で遺言も書く書かないのも自由だし、何書いてもいいんだよみたいな遺言の自由なんかも書いてある本ありますけど、基本は契約の場面が一番事例として多いです。契約を取引するしないは自由です、ね。皆さんがね、私がね、皆さんに対して皆さんのそのパソコンを売ってくださいときに、このパンダは顔がキモいから取引なんですけど、構いません、自由です。取引するとしても、まあ、今と同じですけど、皆さんがパンダに見られたけど、あのおっさんとするとそれ自由です、ね。仮にパンダさんと取引するときにいくらにするかもお互いに決めれば自由です。すべて契約は自由です。なぜならば後ろに私的自治という原則が入っているからですね。でただそうは言ってもということで、次のページです。自由と言っても、例えば契約内容が、それは、まあ、仇の契約じゃねえだろうみたいなのはまずいんでしょうし、あるいは契約自体は別にね、普通のね、不動産買うとか車売るかもしれないけど、あまりにも両者の間で、ね、
力の差があってなんか片方が知識を押し付けてやるような契約っていうのはちょっとまずいということになりかねません。一つはそのザ反社みたいなピストル売るとか麻薬売るとかそういう契約っていうのは、ね、確かに脅されたわけじゃない、あるいは騙されたわけじゃない、あるいは、突きつけられてやったわけじゃないにしろ、お互いにニコニコして契約したとしてもそんな契約は無効にする、あるいは強行ルールに違反する、ね、例えば不良品と分かって売った場合にですね、一切責任を負わないっていうのは、ね、よくノークレームってネットオークションとかでやってるんですけど、それはいいんですけど、あれは問題点を知らない場合ですね、問題点を知ってて隠した場合に一切ノークレームっていうのはこれ許されないというふうに言われてまして、こういうのは法律で、ね、それは禁止してる、要するに知っててやった場合責任取れてるふうに法律書いてますから、それに違反した契約をしたとしてもそれは無効だ。これ何というかというと、その契約は強行放棄だ、要するにいくら当事者間の契約自由だと言っても、ね、当事者間の契約で決めれるのは、ね、あくまで法律が決めてない、あるいは決めてたとしても法律が任意規定すぎない、要するに法律ではこう考えるけど当事者は勝手に決めてないと、そういう場合は契約自由です。しかし法律が強行放棄、強行規定でこうしなさい、絶対それは抜かしていけませんと言われているときに、それに違反した契約者としてもそういう契約内容は生まれないと思います。ということで、ね、別に今までやった取り消し自由とか無効自由じゃないんだけれども、公序違反とか強行放棄違反の場合というのは契約は無効になりますよというふうな話でした。はい、じゃあ後で最後に問題を解いていきましょう。それでは回答いきます。まず2の7で事例で鳴らしましょうよ。はい、2の7、1番、公は債権者からの差し押さえを免れるため知人オツと合意の上で自己の所有する不動産をオツ、に譲渡したかのようによそいと。これ慣れてくるといわゆる仮想譲渡、お互いが通謀してグルなど嘘を言っている、虚偽表示の例だっていうのは慣れるとすぐできます。でその後矛盾なくその登記上の所有権もオツに移転しちゃったと。そのオツがさらに事情を知らない兵に、転売しましたよというやつなんて、いいですか、虚偽表示の場合当事者間では意思がないから無効を、で無効をどういう第三者に言えないかというと、ね、虚偽表示したやつは脱税野郎だから相当悪いだとすれば、第三者の方を比較的救ってあげるべきだと。第三者が多少過失があったとしても善意でありさえすれば救ってあげようというのが、結論になります。そうすると事情を知らない、兵と言ってるということは過失があるかどうか知らんすけど、とにかく善意の兵なんだから善意の兵には言えないよということで、これは丸です。で自分他の問題で事例が長い時大変ですねとか言ってますけど、このね、意思表示が無効になりますか、取り消しされますかとか、第三者に言えますかみたいな話については、絶対事例長くなるから、この分野だけは事例が長くても、慣れてください。いいですね。で、丸に、こうは、貧乏なオツには買えねえだろうと思って、売る意思はない自分の車を500万円で譲渡すると言ったと。いわゆる、ギャグを言った。まあ、いつもの例は、キャバクラで、おっさんが言った話ですけど、それと同じに、冗談を言った、ギャグを言ったという意味では心理留保というキャバ嬢におっさんが何か言った例と同じです。で、あの時言ったよね、世の中のテキスト全部が原則有効みたいに書くけど実際分かんなくなる、ね、意思がなかったんだから、ギャグで言ったんだから意思がない以上原則無効でも、相手が気の毒だったら救ってあげようってことで、相手が、事情を知らなかった、知れなかった時は有効にしたけど、そっちで覚えた方が早いですよね。だこの場合、その言葉を過失なく信じたオツはということで原則無効なんだけど、オツに落ち度はなかった以上、有効にしてあげようということで有効に成立という足で回るになります。いいね、覚え方気をつけてね。これも含めて意思表示はないあるんだったら有効、ないんだったら無効、傷があるんだったら取り消されたらば無効だけど、取り消さなければ有効というふうに覚えればすっきりします。いいですね。で、次、丸さん。こうはオツに騙されてということで、その後半額だろうが4割だろうが 45% だろうが、とにかく詐欺は詐欺の話です。その後、オツは、こうはオツに騙されて事故の土地を売却したことを知らず、ああ、要するにね、事情を知らない、かつ過失がない兵さんに土地を売却した。第三者が出てきました。こうさんは、詐欺の被害者こうさんは兵に対して取り消しを主張することはできないのかどうかという話でした。いいですね。取り消し、騙された人がいた、一応被害者は被害者です。その後に騙したやつのところに行った。騙したやつが第三者に転売した。
第三者と最初の被害者のどっちを救うかというふうに考えたときに、ね、まず最初の被害者、ね、騙されたとはいえ騙される落ち度があったから全面的に救われるわけではない。ただし虚偽表示とかしている脱税やるよりははるかにその人の罪は低い。そうするとシーソーの理論から第三者について保護するとしてもある程度第三者についても厳しいハードルを設けていると。そうすると単なる善意だけでは第三者は助からず善意を昔でなければいけない。そうするとこの話を見ると事情を知らずしかも過失がないと言ってますから善意を昔だってことでさすがにそうなると取り消しを言えないよということで丸になります。はい、丸4。今度は脅迫です。まあ、知恵慣れてくれてたけど、結局は、丸4見つければ答え出るだろうって話なんですけど、脅迫の場合は、もう慣れてくればすぐに、あ、引っ掛けで、脅迫されたにもかかわらず、脅迫された被害者っていうのは、ね、騙された人と比べて落ち度が低いから、ね、どんな第三者に対しても、僕取り消すからねって言えるんだってね。それなのに、言えないかのような足が出てくるのは引っ掛けのパターンなんですね。典型パターン、黄金律です。そうすると、これは、今回は、善意無価値の第三者である変に対しては、脅迫された被害者は取り消しを言えないよって言ってますけど、脅迫の場合は詐欺と違って、落ち度が低いから落とされた人は常に言えるよってことで、これは罰出しということで、まあ、1、2、3も苦じゃなく解けるようになってほしいんですけど、まあ、実際の試験現場においては、丸を見つければ早かったのかなっていう問題であります。でも、1、2、3を苦しんで読めねえとか、どうしてもできねえから4から行くしかないとかそれはまずいよ。実力的に足らんちゅう話になるので普通に解けるようにしてください。はい、あと6です、6番は単純な問題です。まあ問題も読まれてると思うんで、省略してますけれども、商品カタログという例外の時にちょっとって思うんですよね。普通は、申し込みの誘引の話なんですけど、普通はそのタクシーの話とかね、昨日みたいにその求人の募集かの話が出るのが普通なんで、商品カタログって時にああとかと思うんですけど、ただ申し込みに非表示ではなく相手方の申し込みに非表示を促す、要するに促すに過ぎない、一個手前の話だよっていうふうにリーディングの文章がリーディングしてくれてますから、結果的には、誘引だろうということで13番が出ます。カタログの話は自分も例として知らなかったですね。よかったら後で読み込んでおいてください。絵については、契約の内容が社会的妥当性に欠ける場合というふうに言ってますから、この時は社会的妥当性ですから強行放棄の話じゃないよね。公序良俗の話ですね。公の秩序、社会常識に欠けるって言ってるわけですから、意については公序良俗の11番があります。一瞬強行放棄も気になりますが、そんな足はないし、その後に殺人を依頼して報酬を払う契約とか言ってますから、どう見ても強行放棄の問題じゃなくて公序良俗の問題ですよね。ちなみに殺人って300万ぐらいでやってくれるプロの人がいるらしいですけど、それどうでもいいですけど。で、あとうですね、うについては真意と異なる意思表示をするということで、これ2つあり得ます。1つは心理留保ですね。キャバクラで冗談でマンションをね、あげるって言っちゃったおっさんと虚偽表示、脱税するために友達に不動産の所有権を移しちゃう脱税など2つパターンあるんですけど、まあ比べますとですね、消費者が真意でないことを自分でしながらということで、あくまで、消費者、そういう使用料した人の話しか書いてなくて、相手とグルとかそういう言葉が一言も書いてありませんから、まあ虚偽表示が絶対にこの文章に当てはまらないとまでは言いませんが、下の足に虚偽表示と心理留保両方ある以上、心理留保の方がより妥当でしょうということで、それを入れます。はい。絵に関しては、バカみたいな話で、騙されて意思表示をしたと言ってるんですから、詐欺に決まってるということで、詐欺の2番。尾に関しては、脅されたと言ってますから、脅迫に決まってますから、9番ということになります。念のため言いますけど、民事の方の脅迫は、この強い字ですね。強く迫る。刑事事件で脅迫と、恐喝じゃないよ。恐喝っていうのは脅して感じることね。脅迫ってのはただ騙すことね。例えば、あ、騙すことね。脅すことね。例えば、お前殺すぞとか、お前呪ってやるとかいうのが脅迫ね。恐喝は金取ることね。刑事の方の脅迫は字が、これ力3つに尽きですわ。民事の方は強いなんで字が違うってことぐらいは、法律を扱うビジネスをする以上は知っておいてください。
はい、ということで非常に難しいテーマだったと周りには思うんですけど、難しいイコール大事だから、復習あるのみです。頑張ってください。